ナルフ・バーコビッツはアメリカの作曲家、クラシックミュージシャン、画家。ナルフ・バーコビッツはニューヨーク市ブルックリンクでルーマニア・ブカレストから移住してきたユダヤ人夫婦、マチルダとウィリアムの間に生まれた。父親は若い彼の音楽的教養と経験を形成することを支援した。1927年、フィラデルフィアのカーティス研究所に入学し、後に教職員になった。 1940年、グレゴール・ピアティゴルスキーの伴奏者となり、1976年にチェリストを引退するまで継続した。他の共演者としては、ジャン・ピアース、フェリックス・サモンド、ジョルジェ・エネスクなどが挙げられる。彼は、ピアティゴルスキーや、バイオリニストのエウディーネ・シャピロをはじめとする多くの人たちと幅広く録音を行った。 1946年から1951年まで、タングルウッドの地で、セルゲイ・クルセビツキーのエグゼクティブアシスタントを務めた、後、バークシャー音楽センターの学部長に就任し、1961年まで、務めた。彼は、学部長として、アーロン・コー・プランド、レナード・バーンスタインを含む多くの教員を取り仕切った。この間の有名な学生には、ズービン・メータ、ロリン・マゼール、 クラウディオアバドなどがいるまた、セルゲイ・クーセビツキーの死後、ボストン交響楽団のマネージャーであるトッド・ペーリーと共にタングルウッド音楽祭を主催した。彼はアレンジャーや作曲家として広く作品を出版した。歌手とオーケストラのための曲エーテレホンコールは最も有名な作品である。1961年に、 ニューメキシコ州アルバカーキに移り、2011年に亡くなるまで住み続けた。彼が初めてアルバカーキに来たのは1940年のことで、ザジューンミュージックフェスティバルと呼ばれる室内楽の祭典にゲストアーティストとして出演するためだった。その後1980年代まで祭典のアーティストとして活躍し続けた。 ニューメキシコに移住してきてから1968年までニューメキシコ大学のポップジョイホールに移籍しアルバカーキシビックオーケストラのマネージャーとなった2002年彼はダロン・ハーゲンにバーコビッツとハーゲンの名前に由来するピッチをテーマにしたピアノバリエーションのセットである最も知的に厳格な作品を作曲するよう依頼したこの作品はカール・フィッシャーから入手できる 彼は2010年9月に100歳を迎え、翌年の8月に亡くなった。ありがとうございます。